明るけそうか、話しかけても夢うつつ、高菜塾の小娘に膝枕は似合いませんか。数えた春を比べれば、あたしあんた悪いだけど、私が笑わないと言っては怒り、すぐに答え、星が好きか嫌いか、そのくせ目を見て聞いちゃくれない。家で待つ人いる人に流れ着いて落ち着きました。電車あるうちに帰れるように聞き分け